いどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、今日はこれです。デリシャスポーク、デリシャスポークのカツ丼です。ありがとうございます。いただきます。うん、うんうん、あーいいね、おいしい。だしがいいね、だしが。上にこのグリーンピースが乗ってるところがまたね、何度もで、今日はもちろんこれもなんですけど、すごいね気になる、あ、楽しみなの、あ、グリーンピース大丈夫、はい、救出しました。ちょうどいいところに集めてました。あの、何かというとこれですよ。これでっけえな、本当にでっかいよ。これ見てください。これ、このこれメンチカツですよ。メンチカツ120いくらだっけな、130円しないぐらい。でっかいこと、でっかいこと。ちょっと待ってくださいね。で、このスープ、これの白身魚のフライもね、買いたかったんだけど今日買ってないです。なんでか違うの買ったから。リーズナボーでしたよ。白身魚のフライも60円か70円か80円ぐらいだったしね。おー、いいですね、この断面。いい断面だ、いい断面だ。まずそのままいきましょうか。でかいわこれ、でかい、大きい、見ても食べても大きい。ちょっとこれ、ソース、あ、危ない危ない危ない、危なかった今、車の中が全部びしょびしょになるとこだった。そう聞こえ出しちゃいました、ね、今日はソースくれたんですよ。あのレジのお姉さん、お母さんがソースつけましょうかって言ってくださったんで、じゃあお願いしますということで、じゃあソースをいただきましたんでかけます。ソースがないと食べれないとかいいわけじゃないんですけど、かけます、せっかくですからね。これちょっと半分はもう今のうち食べようね。半分は、うん、うん、おいしい。ああ、今日はよく落ちるな。ダメだね。でかいもんだから。ポロリポロリと、このカツ丼は出汁が美味しい。あ、さっきこの弁当ね、弁当コーナーもう一個ね、どっちにしようかなと思ったのあったんですよ。それあれ、幕の内弁当みたいな、なんつうんだろう、幕の内ではないな、鮭弁当。おっ、形久しぶり。鮭弁当かサバの弁当とか、そのミックスフライ弁当とか、
すごいですよ。300円ぐらいでしたからね。サバ好きなんで、サバちょっとどうしようかなと思ったんだけど、まあ今日はやっぱカツ丼ね。一人ね、暴走って言っていいのかな、超特急おばあちゃんがいたね。今日のこのスーパーの中はチコです。サーダス、これも安かった、80円台。値段でね、この一本ちくわっちゅうのはもうほんと嬉しくなる、嬉しくなるな、うん、ほら、あのこの間の一本だけどちょっとショートサイズでカニカマがこう飛び出ていた、あれも美味しかったけどね。登場してないのありますからね、ちょっと待ってくださいよ。皆さん宝くじは買いましたか？僕は買いました。この動画の公開日がいつになるかわからないですけども、きっと僕はもう億万長者になってる、億万長者になってることと思います。皆さん、あの決めてる、あのなんだっけ、宝くじで当たってじゃあどうしようとかやっぱ言わないですか？みんな言わないでしょ。言って大変なことになりますからね。いろんな人が集まってきて親戚もなんか増えるみたいですよ。アジフライ、ちゃんとアジフライ、ちゃんとアジフライ、スーパーでもあれだよね、本当に飲食店、居酒屋さん、ラーメン屋さんでも何でもそうですけど、お弁当屋さんも得意なというか強力なね、この店はこれだみたいなのがありますよ。本当それを見つけるのが楽しみだな。本当にもう宝くじの話はもう完全にどっか飛んでったね。飛んでった方がいいよ。いや、もし木島が動画を急にね全く投稿しなくなったら、あ、木島当たったなと、木島当たったんだねというふうに思っていただければ間違いないと思います。まあ、この後行ってしまったので
ったことを隠すために動画を公開し続けるという可能性も大いにあります。そういえば前のジャンボもまだ当選確認してなかったな。あれ何億だっけ、あれあれも何億ですか、5億、それも12億だよ。12億円にもなりますよ、12億円。大変な額だ、これは大変な額。みんなどうしてんだろうな当たったら仕事辞めちゃうのかね。家買ったりして高級なの買わなきゃもう暮らせますよ、7億当たれば。田舎に行けばね地面も安いから本当に1戸建て建てていいじゃないですか。よっしゃ、はい、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。